少年が窮地に陥った時、状況は不安定に見えるが、そこに狼がゆっくりと近づき、事態が恐ろしい方向に急転することを知らせた。そしてその後に起こる出来事は、間違いなく人々の心を芯から揺さぶるだろう。北極圏の内側、鬱蒼とする森に囲まれた村があり、そこでは寒さと雪が常に脅威であり、住民は極端な天候や日々の困難にたくましく対処しています。この村には夫婦と12歳の息子が暮らしています。生き残るためには、大きな勇気と不屈の精神が必要な環境だった。男性は狩猟キャンプを営み、いてつく森を乗り越え、家族の生活を支えるためだけでなく、村の安全に貢献するために食料を買った。彼は寒さに耐えながら森を旅し、狩りの旅に自然への畏敬とサバイバルの知恵を披露した。一方、女性は家庭で何役もこなし、子供たちの保護者と指導者であり、愛と知恵を持って次世代を育てた。時には近隣の農家や地元企業に出向き、懸命に働いて一家の収入を増やすこともあり、極地生活における彼女の自立性と回復力を示しています。このような家事と育児の明確な分業体制は、大河村周辺の多くの家族に共通するパターンであり、世帯が分かれているにもかかわらず、協力し合うことで緊密な自給自足のコミュニティを築いていた。少年は長い間、忠実な犬の仲間を持つことを夢見ていた。彼は両親に何度も何度も懇願し、犬の散歩や餌やり、犬の幸せと健康を維持するための全ての責任を引き受けると約束したが、彼の願いが叶うことはなく、両親はそのアイデアに乗り気でなかったため、何度も何度も丁重に断り、その考えを手放すよう促した。ある日、サプライズが起こり、少年の叔父が、車で1時間離れたところから家族を連れて突然訪ねてきたのだった。彼らは時々訪れて親交を深めるのが好きだった。不思議なことに、叔父は小さな箱を取り出し、雪道をそっと横切って少年に手渡した。箱は驚くほど重く、中からかすかにきしむ音がして、少年は心で知っているわずかな動きを伴っていた。震える手で蓋を開けると、少年の目に涙があふれ、ふわふわの灰色の子犬が興奮しながら箱の縁を跳ね回り、愛情を求めていた。少年は子犬を優しく取り出し、しっかりと腕に抱き、頭や背中を撫でながら、子犬の小さな尻尾が今にも切れそうなほど激しく揺れているのを感じた。叔父はその光景を眺めながら、自分の行動が老いの人生に限りない喜びとぬくもりをもたらしたことを実感した。自分の犬を飼いたいと切望していた少年は、その願いが叶った瞬間、驚きに満ちていた。最初はあまり乗り気でなかった両親も、やがて、飼い主として責任ある行動を取る限り、新しい家族の一員として大切に育てるという条件で同意した。少年は快諾し、この新しい責任に身を投じた。子犬と散歩したり遊んだりするのを楽しんだだけでなく、食事や掃除、あらゆる手入れを確実にこなし、非の打ち所のないペットの世話係であることを証明した。ある晴れた日、少年と犬が一緒に楽しく過ごしていると、隣の森の奥から大きな遠吠えが聞こえ、周囲の静けさを打ち砕き、平凡な日常を一瞬にして異常な色に染めた。その音は犬の吠え声でも鳥の鳴き声でもなく、明らかに狼の遠吠えだった。少年はすぐに子犬を抱き上げて家に逃げ帰り、父親に突然の遭遇を知らせた。父親は狼が村に近づくと安全上の危険があることを知っており、予防措置を講じようと決心していた。しかし、少年が驚いたことに、振り返ると狼は彼の後を追い、ポーチに静かに座っており、息はわずかに荒かったが、決して攻撃的ではなく、その目には友好的な雰囲気さえ感じられた。少年の父親は武器で応戦しようとしたが、少年はそれを止め、本能に従っているだけで、人を脅かすようなことはなく、驚くほどおとなしく、恥ずかしがり屋で、ただドアの前で静かに待っているだけの野生動物に危害を加えるのは不公平だと思ったのだった。時が経つにつれ、この獰猛で大きく見える狼は少年の非公式な家族の一員となり、2番目の特別な伴侶となった。彼はとても穏やかで友好的だったため、少年の両親もその優しい性格に感心し、この思いがけない野生のゲストを心から気に入った。ある日、一家は近所の家での誕生祝いに招待され、狼と一緒に歩いて出かけることにした。通りすがりの人たちは一家を心配そうに見たが、何事も起こらなかった。パーティー会場に到着すると、人々は狼を見てパニック状態に陥っており、少年の説明をよそに、母親は狼の安全を確保し、招待客を安心させるために納屋に入れざるを得なかった。少年は納屋の外に座り、隙間から狼に囁いた。間もなく招待客たちは少年の姿が消えたことに気づき、まだ納屋のそばで待っているとは思ったが、そうではなく、どこにもいなかった。
不安に駆られた母親や招待客たちは少年を探したが、その間に納屋の中から狼の悲しげな鳴き声や引っかく音が聞こえてきた。すぐに、少年は村には泊まっておらず、可能性があるとすれば、少年が一人で暗く危険な森に入ったことくらいだった。それゆえ、少年の両親や他の村人たちの恐怖と心配は想像に難くなかった。パーティーの招待客全員が森を探し始めたが、辺りはとても暗く、危険な動物がたくさんいて、捜索を続けたい気持ちもあったが、朝の明るいうちにしておいた方が安全だったため、行方不明の少年のことを心配しながら、気をそらして家に戻った。しかし、日が昇るのを待っていると、母親が突然、狼が友人の納屋に閉じ込められていたことを思い出し、納屋まで行ってドアを開けると、狼はまるで使命を帯びているかのように全速力で走り出した。息子の行き先を知っているのかもしれないと思い、母親は走る狼に追いつこうと懸命に森の奥へと向かった。その母親は追跡の過程で、木々の枝の間に断片的にぶら下がっている息子の服の断片を失意のうちに発見し、想像を絶する結末が現実になることを恐れ、心の中のパニックと悲しみを抑えるのに精一杯だった。一方、狼は少年が残したかすかな匂いの痕跡をたどりながら、並々ならぬ集中力と熱心さで低い位置で匂いを嗅ぎ続け、やがて森の奥へと急進した。絶望になった彼女は追跡を断念せざるを得なくなり、目に涙を浮かべながら呆然と家に戻った。夜が明けると、捜索救助隊は再集結し、この若い行方不明者を深く心配しながら、広大な森へと出発した。彼らは森を駆け巡り、少年のわずかな痕跡を隅々まで探したが、残念ながら少年も狼も痕跡を見つけることはできず、一日の旅は謎と不安を深める結果となった。その夜、疲れ果てて悲しみに暮れた捜索隊は泣きながら家に戻ったが、家に着く前に信じられない光景に出くわし、少年は意識がないものの、ポーチの上で安らかに横たわっていたのだった。さらに衝撃的だったのは、少年の片足が野生動物の罠に引っかかっており、血が滴り落ち、明らかに激痛を訴えていたことだった。少年の傍らで静かに彼を守っていたのはその狼で、一見、ありそうもない保護者で、どうやら森の奥から少年を救い出したようだった。少年の服に残った涙の歯型が、狼がいかにして少年を危険な状況から家族の温かな抱擁の中へと執拗に連れ戻したかを物語っていた。この光景を目の当たりにした少年の両親はすぐに彼を病院に連れて行き、専門の医療チームが少年の足の傷を治療した。翌朝、少年はゆっくりと目を覚まし、何が起こったのか混乱し、不快感を覚えながらも、その体験を話そうとした。両親がその話を聞き、狼を納屋に閉じ込めたことを後悔した後、少年は毛皮の友達を助けるための道具を探しに一人で森に入ったが、道に迷い、帰り道を見つけることができなかった。森の中で助けを求めたが、罠にはまり、足の痛みで気を失ってしまった。この瞬間、両親は狼への感謝の念を深くし、当初の偏見と誤解を反省し、狼を家族の一員として心から受け入れ、愛する子供の命を救った狼の勇敢さをいつまでも忘れないことにした。それ以来、この素晴らしい友情によって、家族はより完全なものとなった。最後までご視聴、ありがとうございました。お気軽にコメントしてください。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。